よし、11時。いい感じに目が覚めたね。やばかったね。寒なかったね。ちょっと足らんわ、これ。ああ。ちょっと海側から行こうかな。あっちの方が安全だね。塊でいないし。海側から少しずつやっつけていきます。はい。で、休憩も少しずつ取りつついきましょう。ちょっと民家ないかな。民家どこか、民家ないのか。あ、こいつかな、こいつかな、もしかして。いや、違うな。まだ叩いてるね。まだ叩いてるね。叩いてるよ。バカめが。ほんとこいつ、こいつマジでほんと、びっくりしたわ。追いかけてきたね。もう疲れてる時はほんとやっちゃダメ、あれマジで。どっかで休憩せんとダメ。休憩してかろうじて走れる状態になってもう避難だね。ああまたまた勉強になりましたね、これ。当たり前なんだけどね。また調子に乗って死んだらダメだね、これ。もう一回ちょっと落ち着けと、待てよね。そろそろ落ち着こうよ。まだ死んでないんだから。あれからあのキングマス島についてね、もうキングマス島に圧倒されたあの最初の4日間、あれから死んでないんだから、待てよ。自信持て。まあ、まだ全然攻めてないんだけどね。こいや。ふははははは。さあ、こっちから行く。最初に行った、こっちから行く。もうゆっくり、ゆっくり南下していく。あんまりいないからね。一匹二匹だからね。もうたくさんいたらもう逃げる。本当に。釣りしたいね、早く。ちょっと魚焼いて食べたい。これもう、まずは今日はちょっと一回、軽く、海岸側を掃除しに行きます。それで戻ってきて、また次の日だね。もうじわ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 、マケオのアクティブポイントを増やしていきますよ。お腹減ってんだよね。中がここら辺はゾンビいないね、今んとこ。ここの木を全部切って拠点作る。激アツだね。でヘリコプターが来てえらいことになるっていうね。ヘリコプターも5日目ぐらいか、4日目、なんかすぐ来たよね。5日目か6日目ぐらいに来て。どうなんやろう、設定は。時々来る設定なのか。あれ、声が聞こえたけど。
時々来る設定なのか、はたまた10円ハゲがある。やっぱりこっちが安全だね。最初に言ってたやん、マキオ。こっちから行くのが安全だね、言うて。だから、こっち、ね。こっちから攻めていこう。ちょっとね、時間がかかるのがね、ネックだね、移動に。もう1時だからね。後ろから来てた。あ、噛まれてんの？え？あ、あ！嘘だろ。マジか。後ろから来てた。聞こえなかった。おやだー、マジかよ、マジか。後ろから来てた、全然気づかなかった。もうなんか嫌になってきた、もう。うそー、マジかよ、マジかよ、一発かよ、また。マジで？後ろから声聞こえなかったよ。まさか死ぬとはな、なんかそういう気配はあったよ、確かに。うん、あったね。死ぬ、なんかこう思想が見えてた。前回から。くー、マジかー。しかも布忘れてるし。もう。よし、落ち着け。列車感染はなんか作れるんやけど、すり鉢とかね、そういうのないからね。まあ負けはへこみませんよ。もう死ぬことは分かってましたからね。うん、これは難しい、キングマストは。だから精一杯いきますよ。うん、負けはプラス思考でこのキングマストを乗り切ります。いやー、今のはちょっと、もうちょっと全体ゆっくりこう周りを見ながら やらんといかんかったな。やってたんだけどね、いつも。後ろから来てたか、本当に気づかんかった、全く気づかんかった。全然気づかなかった。無人も気づかなかった。
づかなかったです。びっくりしました。これにはびっくりしております。洗浄もできます。川が近いので。髪傷か、髪傷一発か。なんか刺さってる。できてたんだね。結構いる。うわー、これはきついね。あ、そういうパターンね。で、後ろからこう来るんだ。あー、なるほどね。さっきのパターンと似てるね。そんなにすぐに追っかけては来ないね。いや、強えな。ちょっと返してバイザー。バイザー返して。あっ、ちあれち、あ、途中だった。1号のために少しでも何か できるように。お、なんかカバンだ、カバン、カバンだよ。やっと、やっと、なんかちっちゃいカバン。これあるとないとはえらい違い。ありがとうございます。これで11号に置き土産ができるかな。うん、まあ、だいぶここら辺倒したね。いや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 、こいつ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10匹か。とりあえず1
一匹まず気づいて、一匹だけでいい、一匹だけでいい。噛まれた？噛まれてない、噛まれてないよね今。危なかったね。こっち死んでんの？死んでんだね。怖え。ちょっともう全部疲れた。認識能力が低下した。そろそろやばいか。よし、かわいいちっちゃいカバン、よし、あと1匹か2匹倒したらもう帰る、家帰る。あ、結構気づかれた、結構気づかれた。3匹4匹、うわ4匹はきついな、4匹はきついな。もう6時か。4匹やる？いや3匹、あ違う、なんか合流したね今。あいつは別、こっちから来ただけか。3匹か。3匹ならなんとかなるかな。今のは防御したのかな、ギリギリ。ちょっともうこれ無理だね、帰ろう。あもう一個あった、やれる、俺ならやれるんだ。オッケー、オッケー。あ、死んだ。やれた、できた。心臓がバグバグいってる。なんで噛まれたかな。よし、ギリギリまで行く、行けるとこまで行く。とりあえずだいぶ倒しましたと。でまだ走れるんで、はあ、武器はない、もうない。よし帰ろう。よし、8時か。あー疲れた、一息入れるべきだ。ふう、髪傷やっちゃったね。まあしょうがないか。まあだけど9日19引いたら11、18日、生きたかな。うん、まあまだあと何日か生きれるんで、精一杯生きていきます。負けは諦めません。はい。で、カバンゲットしたんで、ナイフとか入れれる？ 15 入れれるんだ。うわ、これはでかいよ。あれ？槍って重さは？うわ、1.7 ってことは結構入れれるわ。
あ、これやべえ、うわ嬉しい、マジで嬉しい。本当になんで紙傷もらったかな、こっから楽しくなってくるのに。やっとだよ、 7月17日18日過ぎてやっとカバンを持ってるゾンビに会えたのに。しかもこのカバンもね、ショルダーバッグ、まあ、ちっちゃいやつだけどもそれだけで嬉しいっていうね。ああもうひどい話やわ、髪傷いやー面白いよね。ちょっと髪傷はいただけんな、だけど本当に、うん、悔しい、すっげえ悔しい。あ、いかん、分解しちゃダメよ、ちょっと後の11号に残しとかんと。これも分解できんの、できないという感じか。まあ明日ちょっと一回寝てみようか、9時だし。休み、はい、出ました、お決まりのヤーツ、お決まりのヤーツ、まだまだ大丈夫な気がするって、大丈夫なはずだ、大丈夫なはずだ、大丈夫じゃねえよ、もう無理だよ、無理なんだよ。トイレの水もらってく。さあまだまだいくよ、負けは。11号のために、あと何ができるか。カバンはゲットしてあげた。あ、ちょっとナイフ、まあナイフだけど1個セットしとかんとね、さすがに。武器がないとまずいですと。今日は11号のために素材を集めます。もう残りわずかな命を無駄には使わない。まずはこいつで実行。よし、で、いっぱい取ってきました。マケオ11号さんのために、木の枝、小枝はちょっとこっちに。さあ寝ましょう。そんなとこ。さあ、あー減ってきたね、うわわわわわ、減ってきた減ってきた。あー、これはもう終わるパターンか。2日目でだいぶ減った、あーどんどん減るわ。今日か明日で終わりか。よし、採集しよう。こんなとこですかね。じゃあちょっと死ぬ準備をいたしましょう。次寝たらもう体力ほぼゼロになりますね。あれ、ここは隣の家か、隣の家だ、もう一丁実行して帰ろう。はい、戻ってまいりました。次に爆弾する11号のために、素材を集めました。採取ですね。で、まあ結構2日かけて素材を集めたんで、まあ、少しは受録できるかなと。で、
まあ次寝たら多分体力どんどん下がってもなくなっちゃうんで、今から死ぬ、もう次の日開けたら死にますんで多分、準備をしていきたいと思います。はい、準備ができました。この2日間ですね、噛まれた後、まあゾンビを結構まあちょこちょこ海岸沿い倒した後ですね、採取を2日間やって11号のために素材を準備して、拠点のところに置いてきました。でカバンとかもねゲットできたんで、次の11号はある程度動きやすいかなと。まあただちょっとレベルがねまたゼロになっちゃうんで、ちょっと数日またレベルを上げつつ慎重に、ゾンビを少しずつ倒しながらレベルを上げていこうかなと、はい、思ってます。であともう寝たらもうこれどんどん体力下がっていくんでもう死ぬだけですね。はい、そんな感じでございます。はい、こんな感じで、はい、発熱ってはい、でもうここ拠点のところで寝て寝るともう体力減っちゃうんで、死んだらまたねここにゾンビ湧いた状態になって結構めんどくさいなということで、こっち側で寝て、次爆誕した時にですね負けを10号を助けに行きたいと思います。ここで寝るかな。はい、こっちじゃなくてこっちがいいかな。こっちで寝ようか。はい、じゃあどうなるかな、寝ながら死ぬのかな。寝ます、ちょっと寝てみます。さあ、はい、下がっていく。あ、もう起きるんだね。うん、そうか、そういうことか。下がっていってるね。うん、あ、しかもガラスで足、おっとっと、足が、あー、お疲れさんでした。あなたは15日と6時間だね。あ、15日、え、なんで、あ、そっか、そんぐらいか。9日90、24、15日なんで一応目標の10日以上は生きたか。次は30日、1ヶ月をちょっと目指して生きていこうかな。175体のゾンビを仕留めた。うん、あ、また死んだら湧くパターン、そういう感じね。まあここにいると。 OK、 じゃあもう一度始めていきましょう。次回かな、次回新たに11号、もうスタート時点から始めます。